エクトル・ラウル・クーペルは、アルゼンチン・サンタフェ州出身の元サッカー選手、現サッカー指導者。現役時代のポジションは DF。アルゼンチン代表であった。アルゼンチンリーグのフェロカリル・オエステ、インデペンディエンテ・リバダビア、そして CA ・ウラカンの3つのチームでプレーし、アルゼンチン代表としても5試合に出場した。アルゼンチン時代現役引退から1年半後。 CA ウラカンの監督に就任して指導者としての経歴をスタートさせ、CA ウラカンを3年率いた。1995年には CA ラヌース監督に就任し、1996年にはコパコンメボル優勝を果たした。スペインでの成功を1997年に海を渡り、スペインリーガエスパニョーラの RCD マヨルカ監督に就任した。 就任初年度の1997から98シーズンにはプリメーラディビッシオンに昇格したばかりの RCD マヨールカをリーグ5位に押し上げコッパデルレーでは決勝に導いた1998年夏に行われたスーペルコパデエスパーニャでは FC バルセロナに雪辱を遂げて優勝した1998から99シーズンには UEFA カップウィナーズカップに出場し、準決勝では、スコットランドのハートオブミドロシアン FC を破って、決勝に進出したが、決勝で、イタリアの SS ラツヨに敗れた。同シーズンのリーグ戦では、リーグ最小失点の固い守備の下 FC バルセロナとレアルマドリードに次ぐ、クラブ史上最高の3位に躍進し、翌シーズンの UEFA、 チャンピオンズリーグ出場権を獲得した。1999年夏には、バレンシア CF 監督に就任し、剣手を基調として、サイドからのダイナミックなカウンターアタックを武器に、1999から2000シーズンと2000から01シーズンの2、シーズン連続で UEFA チャンピオンズリーグの決勝に進出した。しかし、初年度は、 同じスペインのレアル・マドリードに2年目はドイツのバイエル・ンミュンヘンに敗れ RCD マヨルカ時代から続く決勝の壁を跳ね返せなかったインテル2001年には低迷していたイタリアセリエ A のインテル監督に就任し2001から02シーズンのリーグ戦は3欺2002から03シーズンのリーグ戦は2位とまずまずの成績を残した試合中に ピッチ上でタバコを吸いながら、指揮をしている。2002から03シーズンの UEFA、チャンピオンズリーグでは準決勝に進出したが、ライバルの AC ミランにアウェーゴール差で敗れて、ベスト4に終わった。2003から04シーズンは6節終了時に8位と、期待を裏切り、成績不振により解任された。スペイン再挑戦契約に関してインテルと揉め。 解任から1年間は、どのクラブも引きいなかったが、2004から05、シーズン途中に再び、RCD マヨルカ監督に就任した。シーズン開幕から10試合を終え、RCD マヨルカはすでに広角圏内に位置していたが、一時は残留を絶望しされていたチームを立て直し、終盤は、大久保義虎の活躍で快進撃を続け、劇的な残留に成功した。 2004から05シーズンはプリメーラディビシオン残留を決め、2005年夏には多くの新加入選手を迎えたが、2005から06シーズンは再び残留争いに巻き込まれ、2006年2月に成績不振の責任を取って RCD マヨルカ監督を辞任した。2007年夏にはレアルベティスの監督に就任したが、 12月2日のアトレティコマドリード戦敗戦後に成績不振により解任された。パルマ FC とグルジア代表での名想2008年3月11日、トメニコディカルロ監督の後任として残留を目指すセリエのパルマ FC 監督に就任したが、2ヶ月間で10試合を戦って2勝しかできず、フルスインテルとの最終節を前にして解任された。 結局、パルマ FC はセリエ B に降格した。2008年8月1日にはグルジア代表監督に就任したが、在任期間中に一生も上げることができず、2009年末の契約満了とともに退任した。ギリシャでの復活2009年11月3日、ギリシャスーパーリーグのアリス・テッサロニキと1年契約を結んだ。同年12月15日には、 契約を2011年6月まで延長した。リーグ戦では5位となり、欧州カップ戦出場権をかけた。プレイオフでは、オリンピアコス FC を上回る3位となって、クラブ史上初の UEFA、ヨーロッパリーグ出場権を獲得した。同シーズンのギリシャカップでは決勝に進出したが、パナシナイコス FC に敗れて、準優勝に終わった。 2010から11シーズンの UEFA、ヨーロッパリーググループリーグでは、前年度覇者のアトレティコ・マドリードから2勝するなどし、6試合で勝ち点10を挙げて、決勝トーナメントに進出した。しかし、同シーズンのリーグ戦では注意にとどまり、2011年1月に責任を取って辞任した。 三度目のスペイン挑戦2011年6月29日、マルセリーノ・ガルシアトラル監督の後任として、ラシン・サンタンデールと一年契約を結んだ。しかし2011から12シーズンは、開幕から13試合でわずか1勝しか挙げられずに、最下位に低迷し、成績不振により11月29日に辞任した。トルコへ2011年12月9日に、 トルコ一部のオルドゥスポル監督に就任。エジプト代表2015年3月2日、エジプト代表の監督に就任し、ワールドカップへの本戦出場に貢献した。しかしグループリーグでの結果が目立たず、契約が更新されないままこの年で解任された。ウズベキスタン代表2018年8月2日、ウズベキスタン代表の監督に就任した。 AFC アジアカップ2019ではベスト16進出に貢献することができた。しかし、同年9月 2022FIFA フフワールドカップアジア予選でパレスチナ代表との試合で2-0という敗戦のスタートを切ってしまい、23日に解任が発表された。 2012年1月20日、イタリア検察の取り調べに対し、アルゼンチンとスペインでの監督時に、それぞれ2試合ずつの八王朝に関連し、20万ユーロの報酬を受けていたと認めていたことが明らかになった。詳しい時期やクラブの名前は明らかになっていない。ありがとうございます。